お客様、どうもこんにちは、和弘です。今回はじゃん、こちらです。かわいいですよね。これアリエクスプレスで買ってみたんでご紹介します。ところで皆さん、三宝石って知っていますでしょうか。昔小さな小冊子を見ながら、いろんなアクセサリーを買える三宝石っていう、まあ、会社というか、通販サイトがあったんですよね。まあ、よく俗に言う中学生、小学生の女の子が大好きな雑貨ショップなんですけど、まあ、見ての通り可愛らしいものがいろいろありますよね。まあ、シールとか、あとちっちゃい、安い、消しゴムとか、そういったものをいろいろ取り扱ってるお店でした。で、なんで僕、これは後でいっか。で、そんなね、三宝石で売ってそうな可愛い雑貨を買ったので、ご紹介します。で、それがこちらですね、USB の差し込んで使うタイプのアクセサリー。アリエクスプレス海外の通販サイトですが、なぜか裏面見ると日本語でいろいろ書いてました。ケーブルの断線防止にとかね、ケーブルバイトというらしいです。で、これが本体でとても可愛いですよね。使うときはケーブルにこんな感じで装着して、可愛いと思うだけですね。可愛いな。僕の家族、親戚、女性がとても多いんですよ。姉、家族だと姉が女性で、いとこも、一つのいとこは女性、で、もう一つのいとこも女性、で、もう一つのいとこも女性なんですよ。一応もう一人男性がいるんですけど、その男性の方はあんまり来ないんですよね。ちょっと年齢が離れてたんで、あんまり親戚の集まりには来ないんで、まあ、ほぼ周りが女性しかいなかったんですよ。だから、その、親戚が集まるときはいつも女遊びをすることが多かったんですよね。例えば、その、まあ、三宝石でなんか買うとか、よくやってたのはシール。可愛いシールとか集めて、シールを交換するっていう遊びが流行ってたんですよ。だから僕も、その、いろんなシール集めて、交換してたりしましたね。で、Amazon を見てみると、なんと、同じ商品が売ってたんですよ。こちらですね。同じやつ。しかも1180円なんですよ。高ーと思って。で、僕いくらで買ったかというと、アリエクスプレスでこれ、ほら、送料が50円くらいだったんで、170円で買ったんですよ。120円の送料合わせて。でも見たら、なんかこっちすごい安いですね。こっちの方が安かった。もういろんなのが、これ安いな。11円って、これ安すぎない？僕買ったのこれトラでしょ？で、送料が49円。でも合わせても82円ですからね。いや、安っ。アマゾンだと1180円するよ、アマゾン。10分の1くらいなんだけど。10分の1以下なんだけど、これほら、1000、これ500円。人気があるんで、たまたまこれ可愛いなと思ったやつ、多分たまたま人気あったんですね。ほら、500円とか。ね。で、日本、ちゃんと日本の商品でほら、ケーブルバイトっていう、累計700万個。達成したらしいんですよ。かなり、あ、これ違うやつかな。あ、違う。これはケーブルバイトか。ケーブルバイトが累計700万個。あ、やっぱ人気の雑貨なんですね。でも、アリエクスプレスだと80円とか70円とか。あ、こっちも安いか。78円とか。ほら、安い。78円だ。安いな。でも、アマゾンだと1000円高ということですね。はい。で、これもね、まあ、僕は可愛いなと思って買ったんですけど、なんでアリエクスプレスの方が安いんですかね。ちゃんと、その、商品の裏面には日本語が書いてるんですよ、これ。ちゃんと、ほら、日本語。これ全部日本語です。ご注意とか、お読みくださいとか。コピー商品だったりすると、多分こういうのは全部中国語になると思うんですよね。もしくは英語。日本向けに販売する必要はないと思いますから、世界に販売した方が需要があると思うので、コピー商品なら英語とかにすると思うんですけど、日本語だってことは多分正規品なんでしょうね。なんで日本だとこんな高いものが中国だとあんな安いんですかね。ちょっとよくわからないんですけど、まあ謎が深まるばかりですが、日本より断然安い。アリエクスプレスってこういったね、ちっちゃいなんか、こまごまとしたものがね、ほんと安いんですよ。皆さんもアリエクスプレス、おすすめです。はい、そんな感じで。
まあ、購入先リンクは動画の説明欄とか、動画の説明欄にブログのリンク貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。